ウィーンの春は木に咲く花。ストーリー中山幸子。出演大川康樹。ウィーンの春は木に咲く花から始まる。桜が咲き、蓮葉の枝が黄色の花でいっぱいになると、もう4月だ。木蓮の大きなつぼみも膨らむ。マリー・アントワネットの結婚式も4月だった。1770年の4月、花嫁は14歳と6ヶ月。花婿は婚約者のフランス皇太子ではなく、皇太子と同い年の兄フェルディナンドが代理を務めていた。王宮の庭ではリラの花が咲いていた。こうしてフランス王妃になったアントワネットは、迎えの馬車に乗りフランスに向かった。57台の馬車と367頭の馬が、まだ少女だったフランス王妃に付き従った。3日目に国境に来た。国境はライン川の真ん中だった。その見えない国境を越えて向こう岸に渡ると、フランス領ストラスブールの町だった。ストラスブールの大学に学んでいたゲーテは、マリー・アントワネットの婚礼の行列が町を行くのを目撃し、馬車の窓越しにアントワネットの姿も垣間見ることができた。まっすぐ前を向いて姿勢正しく座る14歳の少女の姿は、ゲーテの心を捉え、一生忘れることがなかった。揺れる馬車の中で身を固くして座っていた14歳の少女は、こうしてフランス王妃になった。誰よりも先にフリルとリボンのドレスをやめて、簡素なスリップドレスを着たアントワネット。濃厚な香りを嫌ってナチュラルな香水をつけたアントワネット。コーヒーとクロワッサンを好んだアントワネット。やがて彼女の好みはヨーロッパ中の貴族が真似をするようになる。その中にハンカチーフがあった。当時のハンカチは形が決まっておらず、四角や三角や中には丸い形のものもあったが、このハンカチを正方形の規格に統一したのがアントワネットだった。フランスでハンカチーフは正方形にすべしという法令が布告されたのは1785年。アントワネットがフランスに嫁いで15年目であり、偶然だが彼女の愛人と噂されるスウェーデンの貴族フェルゼン伯爵がパリに戻ってきた年でもあった。